の支払い時、知らずに払いすぎていた利息が返金されるようになりました。別にそんなに使っていたわけじゃないんですよ。今から加山雄三さんの君といつまでもを歌います。アイシングはその加山雄三君といつまでも。二人を夕闇が包むこの窓辺に、明日も素晴らしい幸せが来るだろう。君の瞳は星と輝き、恋するこの胸は炎と燃えている。幸せだな。僕は君といる時が一番幸せなんだ。僕は君を死ぬまで離さないぞ。いいだろう。今からピアノの絶対音感テストをします。パーフェクトピッチテストをします。ドレミファソファミレド。当たってます。ありがとうございました。ふわっとしてるような。でもそういうお母様がいらっしゃっていいですよね、うん、そういう意味では、うん、だから夫婦のバランスを取れてたのかもしれないんですけど、うん、そうですよね、はい、それでもあなたはだんだんコマーシャルとかドラマとかお出になるようになったら、お父様も納得なさったんですね。そうですね。で、あの父はそういうふうに徐々に納得してくれるようになったんですけど、ちょうど本当にテレビに出始める頃に母が亡くなってしまって、19歳の年だったんですけど、あら、はい、で父と2人暮らしがそこから始まったという感じです。お母さんは随分若かったんですよ。58歳で亡くなりました。そうなの、はい、それは悲しかったでしょうね。そうですね。ただ私も結構がむしゃらな時期だったので、うん、そこは救われたなっていうところはありますね。まあね、熱中できるものがあったので、そうね、それでやっていくぞみたいな、うんうん、なるほど。でも今の活躍をご覧にならないでお母様が亡くなったのはちょっと悔しい。そうですね、うん、ただまあ